様こんにちは旅するしましま夫婦です、はい今日旅何日目もう25日目です。日目今いるのは上富良野はいある、はい日の出公園キャンプ場そうです。でちょっとオフ、つかの間のオフというか、はい、結構滞在して、はい、今のんびりしてます、はい、で今広がってるのが十勝岳十勝岳連峰でございます。去年登ったね、はい、めっちゃ綺麗。まだいっぱい雪景があって、はい、めちゃくちゃ綺麗、はい、ちょっとね、昼間雨降ったんで、はい、よりなんかめっちゃ綺麗に見えます。でここのキャンプ場はものすごい施設が充実しておりまして、うん、日の出公園キャンプ場ね、はいはい、あの私たちみたいなキャンプ初心者でもあの全然くつろげるというか、電源もあって専用の水場もあってシャワーもあってすごい。歩いたら温泉もあるらしいんですけど、もうゆっくりしていますねここで、はい、あ温泉はね30分かかるらしいですよ。えなんか歩いていけるとこあるって。あそうな、うん、あなんかいいとこが30分、いいとこは30分、この芝ですよ、素晴らしいですねキャンピングカー用サイト、普通のオートキャンプサイト、コテージ、フリーサイト、すべてありまして、一番安いのは800円からで、はい、高いやつでも1泊5000円。コテージはね、ちょっと高い、1万円。あ、1万円とかもあるの、うん、1万5000円かな。あ、コテージね、あれがコテージです。いや、本当めちゃくちゃ素晴らしいキャンプ場ですね。朝散歩するのにちょっと丘に上がると、はい、もう一面ラベンダー畑で、はい、まだ咲いてないんですけど、はい、なんかラベンダー畑もあってね、もう7月とか8月は、はい、なんか2ヶ月前から予約がいっぱいって、うん、週末は、うん、はい、すごい人気ね。こうもっと絶好のポジション、登山する拠点にしてもいいし、ラベンダー自体を見るのにもいいし、キャンプを楽しむのにもいいし、いやこんなすごいキャンプサイトはあるんですね。素晴らしいです。まあ僕たちもいろんなあの本で調べたりネットで調べたり YouTube 見たりとかして、ここはやっぱ抜群の人気があるということで、来たら本当それ来た以上のでございました。インバウンドの人も多いって言ってたね。うん、そうですね、うん、ということで、これはここは上富良野の日の出公園キャンプ場からちょっとキャンプ場レポートをお届けいたしました。ということで、またさよなら。